もしあなたが一日の始まりにコーヒーを飲むのが好きな人なら、今日の動画は必見ですよ。今日は皆さんが一度は抱いたことのある疑問についてお話しします。空腹時にコーヒーを飲むのは避けた方がいいのでしょうか。コーヒーを飲むと頭が冴え、疲れを感じにくくなります。さらにカフェインは脳機能や気分を高め、朝に運動するのが好きな人は運動のパフォーマンスが上がる可能性も。でもコーヒーの苦味は胃酸をより多く分泌させる可能性があります。胃を刺激したり、さらに胃の問題を引き起こす場合も。特に空腹時にコーヒーを飲むと、胃酸が胃の内壁に問題を起こすのを防いでくれる食べ物が他にないため、良くないという意見もあります。実はですね、空腹時に飲もうが飲むまいが、コーヒーと消化器系の問題との間に関連性を見出した研究はないんです。でもこれはあくまでも一般的なルールです。もちろん自分の体がコーヒーにどう反応するか、朝食の前と後のどちらに飲むと気分がいいかに注意することは重要です。コーヒーはどこに保存していますか？冷凍庫に保管する場合、この方法では豆でも挽いた状態でも冷たくなるだけで新鮮とは限りません。コーヒーは光、熱、空気、湿気を避けて保存することが重要です。そのため密閉された瓶は良い選択かもしれません。そしてその瓶をコンロや直射日光から離れたキャビネットに保管することが最善です。コーヒーの味は好きだけど味が苦すぎるという方は、挽いたコーヒーに水を加える前に塩を一つまみ入れてみてください。塩にはナトリウムが含まれているので、最終的にコーヒーの苦味を感じにくくすることができます。ナトリウムは舌にある受容体が苦味を感じないようにする働きがあるんですよ。さらにコーヒーに新しい風味を加えるのに簡単で手っ取り早い方法は、水を加える前にコーヒーにシナモンを一つまみ加えることです。もちろんナツメグ、カルダモン、クローブなどを加えても良いでしょう。クリーマーは好きだけど、市販のものは油分や糖分、食品添加物が多くて苦手という方は、自分で作ってみてはいかがでしょうか。アーモンドやバニラのエキスをクリームに加え、お好みの甘味料も少々加えます。よりリッチな食感がお好みなら加糖練乳を。またココナッツオイルやバターでコーヒーを作るのもおすすめ。泡立ちが良く、一日の始まりにぴったりです。しかもエネルギーレベルを維持するのにも最適。コーヒーに使うミルクを泡立てたいけれど泡立て器がない場合は、フレンチプレスを使ってみませんか。牛乳を温めてプレス機に注ぎ、蓋を取って泡立て器のプランジャーだけを残します。牛乳が泡立つまで 2,3 分ほど泡立てます。コールドブリューとは、お湯を使わないコーヒーの作り方のことです。コーヒーの粉を冷水に12時間以上浸すことで、とてもまろやかな味わいになります。用意するのはジャーと水、そして粗挽きのコーヒーだけ。そのまま飲んでも氷や水、ミルクを加えても美味しい濃縮コーヒーができます。ポットで飲みたい場合は温めることもできます。つまりコールドブリューコーヒーは冷たい飲み物としてだけでなく、コーヒーを作る全く別の方法ということ。水ではなくコーヒーで氷を作れるのはご存知ですか。普通の氷ではコーヒーが薄まってしまうので水っぽくなってしまいますよね。そこでコーヒーを作ったら製氷皿に注いで冷凍庫に入れてみてください。コーヒーの汚れが取れないというあなた、スポンジの洗い面に重曹をつけて丁寧にこするとすぐに落ちますよ。またコーヒーを長く飲むのが好きな人なら、電子レンジで温めるとなんだか古臭い味になることにお気づきかもしれませんね。また強火にかけると焦げてしまいます。コーヒーを飲むときに感じる温かみを出すには、弱火でゆっくり加熱するのが一番です。コーヒーフィルターを使ってコーヒーを入れる前にお湯ですすいでおくと良いでしょう。こうすることでコーヒーの味を悪くしてしまう雑味をフィルターから取り除くことができます。またフィルターをお湯で洗うことでコーヒーを入れる容器が温まり、コーヒーの温度を一定に保つことができます。古くなったコーヒーの粉は使い道があるので捨てないでください。例えば害虫予防や肥料になることもあります。またキャンドルがお好きな方は、古いカスを入れると
コーヒーのいい香りがしますよ。スターバックスのシェイクドエスプレッソのファンなら自宅で作れるバージョンを紹介しましょう。ある TikTok ユーザーが黒糖オートミルクシェイクドエスプレッソの作り方を紹介する動画を公開しています。まずシナモン、ブラウンシュガー、エスプレッソ、氷をメイソンジャーに入れます。それを密閉して泡立つまでシェイクします。そしてミルクを少し入れてかき混ぜるだけ。ダルゴナコーヒーをご存知ですか？ TikTok とコーヒーの両方のファンならご存知ですよね。あるユーザーは手元にミキサーがない人のために泡立て器を使ったクールなトリックを編み出しました。彼女の動画ではダルゴナコーヒーを作るために砂糖、インスタントコーヒー、お湯の3つの主要な材料を使っています。それを大きなカップに入れ手で泡立て器を転がして混ぜ合わせるんです。ミキサーに比べると少し時間がかかりますが、ミキサーを持っていない人やミキサーを洗うのが面倒な人にとても便利な方法です。 TikTok のおかげでプロフィーという言葉が広く知られるようになりました。実はこれコーヒーを食事に変えるとても簡単なトリックなんです。試しにいつもと同じようにアイスコーヒーを作ってみてください。そしてクリーマーの代わりにあなたが好きなプロテインシェイクを加えてみてください。チョコレート味やバニラ味などお好みの味が選べます。どちらもコーヒーに入れると美味しくなって、ミルクやクリーム、甘味料などを加えれば外出先でも美味しい朝食が楽しめます。エスプレッソなしのエスプレッソ？いいえ、間違いではありません。実はエスプレッソマシンがなくてもお気に入りの味を楽しめるクールな方法があるんです。 TikTok の人気ユーザーが紹介したように、実はインスタントコーヒーを使ってエスプレッソが作れるんです。作る時に少ない量の水にコーヒーを多めに入れます。もちろんエスプレッソと全く同じ味にはなりませんが、良い代替品になりますし、普通のコーヒーより少し苦いくらいになります。この味は甘いシロップや乳製品でカバーすることができますが、ただこのハックには高品質のダークローストのインスタントコーヒーを使うようにしてください。コーヒーメーカーを使っている人は定期的に掃除するのを忘れないように。コーヒーを入れるとき豆から出るオイルが時間の経過とともに蓄積し、マシンの内側に付着することがあります。掃除しないとその油分が次のコーヒーに混ざって味が落ちてしまいますよ。また高品質の豆のみを使用するようにしてください。少しコストがかかりますが、あなたが真のコーヒー愛好家なら本当にその価値があります。もちろん世界一高価なコーヒーは必要ありません。 500g あたり600ドル以上しますからね。アジアンパームシベットという動物がコーヒー豆を食べ胃の中で加工するのですが、この工程に意味があるんです。このコーヒーは1杯35ドルから100ドルもするのですよ。